折り曲げやすい。ねえ、スカートべちょべちょだ。いただきます。ウランママのお肉。これうまくね？うま。これいつもはピーマン入ってるけど。ん？これに？ピーマンじゃこ。ピーマンとじゃこをもう煮から、こう、カラカラになるまで炒める。ねえ、美味しい。美味しいでしょ？ね、なかったからピーマン。びっくり。後ろでラブラブ仕上がってる。いやいや、ちょうど見えない。邪魔だよ。めっちゃ可愛いじゃん。邪魔だよ。マジでちょっと気になる。見してみやんと自分の髪の毛。なんかすごいらしい。見てください。なんか溶かしてきたって言うんですけど、どこら辺が溶かしてきたのか気になるぐらい、ちょっと絡まってる。これをさ、グリップで止めようとしてるあたり、結ばないでよ。うん、難しい。ほら。なんか、あ、むずくね。いいよ、もうこれ。うわ、楽しくなってる。皆さん。え、買ったの？あ、ほら。見たことないピアスしてると思ったらこっちも取りますよ。フラン、はい、クレマグでさ、おはようございます。フランです。エアちゃん、浅野メイです。今日はロフトだよ。イエーイ、ロフトだよ。ロフト行ってきました。じゃじゃーん、じゃじゃーん。それの紹介したいと思います。はい、イエーイ。なんかうちがさ、ま、こうなりすぎてさ、一番顔でかい。ごちそうさまでした。いただきます。でもマジで美味しい、ね、やめて。分かった、持って帰っていいから。はい、ね、ちょっと終わったら食べろ。終わっても食べに行くから。もういいよ。見て、じゃあエアが一番買った自信ある。え、私が一番、私が一番買った、私が一番買った、値段的にも買った、値段的にちょっと自信ある。てかなんかさ、値段忘れた。びっくりした、うん、高かった会計行って。え、うちもなんか物の割に高かった。値段気にせずさ、こうカゴに入れてたからさ、びっくりした。じゃあ早速紹介していきます。イエーイ。マグネット、ブッカブリはどっちかやちゃんにあげてください。なんでだよ。いい、せーので、じゃじゃーん。パック、パック、私も最近パックハマってる。おお、やってんだ。やってんの、朝と夜、うん、あ、VT ですね。本当だ、 VT だ、噂の。あとこれはウォンジョンヨ、ね、ウォンジョンヨ、なんか新しいやつだよねこれ。あ、そう、うちが使ってたのはなんかさっぱり系だったんだけど、そう、私が出たからなんか買ったのね、うん、で、なんか人気だったらしくて、うん、1人3つまでって書いてあった。うん、とりあえずみんなにと思って買ったけど、まあ裏持ってたから、まあ、メイが2個。うん、そうだね。ありがとう、候補室うれちい。これ朝のメイク前に使うと、そうそうそう、めっちゃメイクのりよくない。やったー、めっちゃおすすめです。おすすめ。なんか拭いちゃってもいい、もう、うん、シャシャシャっと。あ、そうなんだ。だし、ちょっと時間あるときはこう乗せてみたいな。乗せてみたり。乗せてみちゃった。次へよ。はい。マスカラ。マラカスだよ。マスカラです。え、マスカラ、松井くんは？松井くんは予約入れたんだけど、もう松井くんじゃなくてマスパに切り替えようと思って。すぐ取れちゃうから。ね、そう、で、なんかマスカラの、あれが分かんないって言ったじゃんや、終わり時が分かんない、まだ使えるのかなっていう。そうで、多分ないからどっちも買った、下と上よ。はい、別々なんだ。そう、買いました。以上、はい、私はこちら、じゃじゃーん、ウォンジョンヨ、並んでて候補室あったんで買っちゃいました。で、こちら初めて見た。これ高い。嘘、これあの辻ちゃんのやつで、これはみんなで分けようと思って買いました。え、いいの、そんな高いやつ。かわいい、なんか全然いいです。じゃあポコも1枚もらえな。ここいる、なんかその友達がいいよって教えてくれて、かわいい、なんかおすすめって言ってたから。とイエーイ、ありがとう。え、嬉しい、ありがとう。すごい、なんか目ピカピカになる。見て、すごい。ポコ、はい、ポコたん、あ、奪われました。奪われた。いいよ、ここも使うの。だからちょっとまだ使ってないんで、良さとかわかんないけど、うん、一回使ってみようかなっていう感じです、ね。ありがとうございます。はい。次。はい。なんかさ、マジで今回さ、うん、物の割に高かった。うん、え、でもメイもそう。個数そんな買ってないのに。思いました。買ってる。いい、せーので、じゃじゃーん。メイメイ。まつげ。うん。まつげしか買ったん。この嘘つきマスカラはリピ買い、うん、前、前買ってたね。前使ってた。これめっちゃいい。なんか黒なんだけど黒すぎないから、うん、いい具合。これはマス
ラ塗った後のブラシ、溶かすやつ、ダマ溶かすやつで、まつげ美容液、うわなんかまつげが伸びてはいるんだけど、うん、あの弱い、あー、細いっていうか、しっかりしてない、まつげすぐ取れちゃうから、うん、その今までは伸ばすメインで使ってたけど、しっかりまつげ、なんかその根元に塗るのを使ってたの、今までは、うん、でもこれはまつげに塗る、根元にも塗れるみたいな、まつげを強くしようと思って、うん、買ってみた。いいのかわかんないけど、よかったらレビューを、ね、レビューお願いします。もちろん、どうぞ。次、マスク、はい、おで、シャンプー、旅用シャンプー、そう、旅用シャンプーを、まあ、いろいろあったら多分抜きかなと思っていろいろ買ってみました。なんか最近よく見る、うん、夜、え、見るよね、うん、あとこれもさ、パッケージかわいいやつ、うん、確かに、紫アンドハニー、これも見たことある、初めて見た、嘘、うん、なんかボトルがめっちゃかわいい、なんかアサミみたいな感じ、こういうのメインもめっちゃストックしてるね。うちは結構自分のじゃなきゃ嫌なタイプで自分力持っていくんだけど、二人は結構これでそうそうコンビニで買ったりとか、そうそうそう、私はこちら、わー、何その、アンドハニーのなんかピンクとかもあったじゃん、あの、あったかくなるやつ、メイメイがTikTok 載せてたんだけど、なんかそれがバーって並んでて、いつも使ってるやつはこれ、うん、だけどちょっと黒ずみ気になるの、あということで黒ずみみたいな、多分黒ずみオフって堂々と書いてあったんで使ってみました。これ何の匂いだろう、スッキリサボン、うん、え、絶対いい匂いじゃん、大好き、めいめいめっちゃ持ってない、これめっちゃ持ってる、10個ぐらいある、ちょうだいちょうだい、あ、でも買ったから持ってこんかなって、あ、じゃあピンク欲しい、あ、ピンクいいよ、ピンクめっちゃいいよ、ほぼほぼないよ、え、絶対エア買ったよ、いや、エア買ってる、いや、エアなかった、1日2兆個ぐらい、え、聞かなきゃよかった、言ってない、何にも、そうだね、せーの、じゃーん、どうぞ、すっぴんパウダー、お、新しいの、限定のが出てて、え、すごい、スリーピームーン、夜、夜、うん、なんか眠りやすい匂いってこと、あ、ほんとだ、リラックスタイムに使いたい香り、わー、これはめっちゃ良くて、うん、黄色のやつを持ってるんですけど、はい、今日も使ってます、ほんと、追加で買いました、いや、もうメイメイからもらってからつけてる、はい、あ、めっちゃいいよ、うん、なんかすっぴんの日みたいなさ、うちら動画、うん、次の日メイクしないっていう時みんなそれ使ってる、で、ウォンジョンヨのウォンジョンヨ先生リップ下地が売ってて、今まで普通に薬用リップで使ってて下地にしてたけど、うん、使ってみる、こういうのあるから使ってみようって思いました。そしてラネージュリップマスク、はい、これめっちゃいいの、リップマスク夜使ってるんですけど、あ、ピンクのやつ、高保湿的なやつ、そうそう、あれを使ってるんだけど、うん、そのなんかレモネードみたいな、かわいい、すごい、これを買いました、顔をあれでも買ったんだよね、9点の寝顔で、てかめっちゃ買ったんでしょ、9点の寝顔、いつなんかそう買いすぎたとか言ってそしてこれはアイクリーム、うん、目元ケアをしてみようと思って、スキンケアの時に使うやつ、そうそう、目元専用の美容クリームを買ってみました、うんうん、うるさい。はい、以上。次、はい、私、これ、メグリーズム。かわいい。ファビゴン乗ったから裏に。やったー！で、これ、探してスマホ疲れに、耳タブとか、首、肩、足、手の甲みたいな。で、これを使うと、リラックスできて、かつ、なんか、ツボみたいなこと、うん、冷えも、そう、改善できるよ、みたいな。え、ありがとう。編集しながら使ってください。これちょっと気になって使ってみた。使ってみた。で、これ、ステッカー。はい。青、ありがとう。定時。定時。お豆腐メンタル。ありがとう。はい。かわいい。ここに貼っといてください。以上、私、持ち運び用のデュオ。おぉ。なんかこれはさ、もうお家で使うタイプじゃん。で、デュオも大きいの持ってんだけど、やっぱこのサイズ、めちゃくちゃトラベル用にめちゃくちゃ良くて、うん、私は黒派なので、うん、今回も黒にしました。そしてこちら。これは、あ、パーフェクトダイアリー。この間、うん、エアちゃんと勝負して、え、あ、それもらえなかったので、自分で購入いたしました。え、それなんだ、ウケる。だって取られたんだもん、欲しかったのに。これマジで毎日使ってる、はい、めちゃくちゃいいです、うん、これは私は目に使います。おー、ハイライトなんでしょ、ハイライト、そう、本当は、ね、ハイライトなんだけど、うん、キラキラが結構強め、確かに、なので目に、うん、最後に塗るように使ってます、
そしてもうあったから買っちゃう。ネイメイク。もういっぱいストックあるのに買っちゃう。嬉しい。これで5本目くらい。やば。でもこれまあなんで買ったか。トレカ欲しさ。なので一回開けていきたいと思います。全部持ってる。選手。持ってます。あ、持ってる。狙いは。え、狙いはまあ、ホロでしょ。ベアのやつが欲しい。せーの、じゃん。あ、持ってるわ。いや、携帯に挟みます。お、そうだね。携帯用で。これはまあ、めっちゃ使ってて、最近カスカスだから。うん、です。こんな感じ。はい。はい。次。へぇー。一世のが3。はい。じゃじゃーん。ヘアケア系。おー、なんか、太っ。ね。デブ。ヘアクリーム、ナイトケアクリーム、うん、寝る前に塗るクリーム、うん、乾かすの？これ乾かさない、乾かしてから塗るやつ、すごい。で、これがヘアミルク、うんうん、これめっちゃ良くて2本目、なんかもう髪の毛ブリッジすぎて超痛んでるから、うんうん、で、ヘアアウトバスケアを変えたの。アウトバスケア、お風呂上がってからのヘアケアをいろいろ試したら、うん、あ、パパ、そしたら生き返りました、髪が。まずお風呂上がったらこれを塗って、うんうん、でスキンケアとか終わって、で乾かす直前にもう一回塗る、うん、で乾かして、で半分ぐらい乾いたらもう一回塗るの、うん、で全部乾かし終わってからヘアオイルをつける、うん、なんかヘアオイルを先につけちゃうとその後のミルクとかが浸透しないから、あ、膜張っちゃうから、ね、意味ないらしくて、うん、でこれをまずメインで使って、うん、めっちゃいい、生き返りました。私、デュオ、持ち運び、イエーイ。何？これは。わかんない、適当に取った。匂いの、ま、元を固めて流す。これやってみたくて。え、これやったことある？え、あるでしょ。なんか汚いんでしょ。え、そうなんだ。一回やってきてみて。ゲロみたいなの出てくる。え、やだ。まあこれはなんかバッグに付着しようかなみたいな。うん、でこれ、お塩。お湯の。え、お塩の湯。お米の湯。重曹の湯。ほぼ毎日のように湯船に浸かるので、はい、こちら買ってみました。わーおー、以上。じゃじゃん、スポンジ。それど、何これは、お鍋などには使用しないでください。かわいい。やって、かわいい、はい、え、くれんの？え、くれんの、うん、え、ありがとう。かわいかったから。スポンジ、ね、かわいいでしょ。スポンジはいくらあってもいいよ。かわいい。やった、ありがとう。なんかでも卑猥じゃない？そこまで取る折り曲げやすい。ちげえばね。どういう折り曲げ？こういう。あ、そういうこと。こうやって皿洗えるやつ。あ、なるほど。そんなこと言わないの。ありがたい。ありがとう。ありがとうございます。はい、使ってください。はい。せーの、じゃじゃーん。どうぞ。これもパックだった。お米のマスク。うんうん、これはなんか一回使ったことあるんだけど、改めて口コミ見たらめっちゃ良かったから、うん、これ買ってみました。そしてリップ、これも、あ、とろけるやつ。あれ、なんか置いてる。買いに行った時にリップ忘れちゃって、すぐにでも使いたくて、使ってよかったんだ。うちさ、これ買ってさ、3日ぐらい経ってんだけど、うん、このバームも使いたいし、使いたいのいっぱいあったの。いいんだよ、使ってよかったんだ。うんうん、なんだ。そしてなんか初めて見たところのなんですけど。え、めっちゃ入ってんじゃん。そう、アイシャドウパレット10色。え、かわいい。かわいい。なんかグルベはこれみたいな感じで書いてあって、うん、気になって買ったよ。めちゃめちゃかわいい色。キラキラも入ってるし、うん、マットも入ってるっていうやつ。次のコスメドラフトで入ってますように。入ってますように。でも裏にも似合いそうな色。そして、はい、まるでこたつソックス。へえ、まるでまるでまるでなんか去年冷え性の話をした時に、うん、これをおすすめしてくれた子が何人かいたの、でも冬終わって結局買わなかったんだけど、うん、売ってたから買ってみました。このさ、まるでの部分をさ3文字で変えてみて。どういうこと？さらにこたつソックス。もはやこたつソックス。だからこたつソックス。しかしこたつソックス。なのにこたつソックス。だけどこたつソックス。まだ。しかし言った。言ってた。しかしこたつソックス。またまた4文字だ。だからこたつソックス。なのに、まるで戻ってきた。でもあったかそう、めっちゃ、うん、ね、もしよかったら、ちょっと他の色もあったから買おうって思いました。うん、どうぞ。私はね、これ出ました。出た。トライ
あるキット。前、あさみにもらって、よかったから買いました。旅行用、ま、そう。なくなったからね。なんでこんなんで持ってくかの人。そう。で、これ、コード。1.2 メートル。と、あとなんか、急速2台同時に充電できる。急速ではないらしい。これを買いました。これもトラベリオ、うん、で、これはハンドクリーム。クリーニングだよ。いい匂い。シャンプーの香りだ。好きや。気になって買ってみました。以上です。はい、私はこちら、じゃじゃーん。メンバーこれじゃね。そう、あのさ、うちが好きなレトロのシリーズなんですけど、これのコップがいっぱいあって、コップも欲しいなと思って、コップがいっぱいあって、なんかまだ買ったらもらえそうって思ってやめて、このコースター、コースター、かわいい、かわいくない。メンバーからこれしか売ってなくて、この色が、だからうちに来た時に使うようで、ここで出そうと思います。かわいい太郎。かわいい。なんかいつも持ってるコップより大きめのコップで、こういう柄があったの。ってやったんだけど、友達に怒られるからなって言って、はいって言ってやめました。いや、ラストかな。はい、で、じゃあうちもラストに、せーの、ダダーン。舌ブラシ、舌磨き、ベロ、ベロのやつ、ウエットならないだって。で、これは、矯正のやつがめっちゃ取れやすくて、 3S? トリプル S を持ってたの、うん、これは 4S、 もっとちっちゃいの、もっと細かいってこと。すごい。これね、家20個ぐらいストックしてる。毎日使う。ああ、まあね。うわ、これおすすめ、きます。ないと困るものですね。はい。めいめい。どうぞ。私、はい。グミ。クミ。これ大好き。クミちゃん。うん。で、パック。パック。そう、一応さ、毎日やるやつは、うん、そんな高いやつじゃなくてもいいかなと思って、シカさんと、はい。これはデイリーマスク、ピュアプレアレチビタエッセンスマスク。ビタミン系。ビタミン系。ビタミンいいですよね。いいですよね。はい、とても好きです。を買いました。はい。私はこちら、じゃじゃーん、ペン。メンバーカラー。私結構あのスケジュール帳に書くタイプで、で仕事とかプライベート美容みたいな分けてるんですけど、それのやつめちゃくちゃなんか色が可愛くて、可愛い、なんか一目惚れみたいな感じでも、文房具とかマジで楽しくて、マジ1時間ぐらいいた。やば。でも、使うか使わないかで考えてったら、やっぱ使わないものも多くて、うちめっちゃ文房具好きなんだけど、でも使うものを唯一買ってきたっていうね。本当はなんかハサミとか、ホッチキスとかめっちゃ欲しかったけど、まあ、あるしと思ってやめました。で、こちら。はい。箸。しかもね、箸これさ、どこで使うんって感じで買ったんですけど、可愛くて買ったって感じなんですけど、はい。これ下だけなの。センス。こんな感じで。すごい。下だけなの。なんで買ったかっていうと、うちの朝日くんが割り箸をあんまり使えない派の人で、お外に行った時も、なんか、こう、割り箸の味。どうしたの？どうしたの？苦しそうだよ。休憩中。休憩中。ごめんなさい。すいません。で、もう一個買ってあるんだけど、まあ、交換用に、うん。だからこれをバッグに入れといて、ご飯食べ行ったらこれ、朝日に使おうって。で、これ、あの、鈴木愛理ちゃん。鈴木愛理さんのブランドのやつ。で、めっちゃ色がね、可愛かったから買ってしまった。うちあんまりリップ買わないの。ね、もう固定で、あの、シャネルのルージュココ446番。それはなんで使い始めたかというと、21歳の誕生日、エアちゃんが初めて祝ってくれ、うん、ごめん、めっちゃいい話してる、ごめんね、21歳の誕生日初めてエアが祝ってくれた時に買ってくれたリップで、がもうドストライクすぎて、もう5年使ってます。すごい、かわいいよね。マジでかわいい。でもこっち、まあ、たまにねこういうのを買いたくなっちゃうってことで、ちょっと買ってみました。かわいいじゃん、似合いそう。あのブルベっていうか、ちょっと紫っぽいピンクとかが好きで、こっちはちょっと 赤みが強いか、こんな感じ。いいね。うちも似合いそう。ちょっと可愛いなと思って買ってみました。以上。私も以上。以上です。さて、誰が一番多く買ったでしょう。キャッキャッキャ。私は21点買いました。あ、メイも21点。え、エアは持ってきてないからいくら買ったのか。大体は分かるし。大体。いくらか分かる。うん。値段。してください。でじゃあ、エアからいきます。私の合計金額、3万円。え、何がそんなに高いよね。高い。なんだろうね。こっちもびっくり。私は、
21,647円。私32,162円。何に負けた？てか、ね、化粧品のとこしか見てなくて。ああ、そうなんだ。だから見てない。でも今回私ちょっと迷ったの、うん、なんか欲しいものが美容系すぎてなんかメイメイと被ると思ってで他のとこ見に行ったんだけどやっぱ欲しいの美容系ばっかだったから、うん、ちょっとなんか最近メイに寄りすぎちゃってるか。メイに憧れてる。そう、憧れすぎちゃってる。最近メイに憧れてる人多い。えそれな、なんかだってアベちゃんもなもん。そう、メイに憧れてる。それはそう。でエアもメイに憧れてツイン、ハーフツインとかしてる。そうなんですよ。そうだね、イベントの時にはなれなかったけどうるさい大丈夫。ママもやんなくていいの。え、今日置いて帰るんだよね。置いて帰ろうかなって思って。リップ塗ろう。置いて帰るんだよね。なんかなくなってても文句は言わないなんか一つぐらいなくなってても文句は言わないで。ハンドクリーム塗っていい。あ、すいません。えいじゃ、これ泣きたい。ご機嫌ですね。ご機嫌です。お子さんね、ありがとう。あ、出しすぎた。あ、じゃあへぇ、向き合って。これいい匂いだね、これ。あ、いい匂い、うん、好きな匂いだ、私女の子っぽい。好きな匂いだ。私シャンプー系好きだから。これのシャンプーもあるんだ。何個かあるよね、プラザに前なんかよく売ってた。そうなんだ、うん、だから得意料理増えた。え、お、何？餃子。すごい。昨日ママの誕生日で、何、ママ何食べたいって聞いたら餃子って言われたから餃子作ったの。めっちゃうまい。え、すごい。味付け濃いめにして肉の激うまだった。超うまい。餃子包んじゃってんの、ね、そう、すごい、ね、餃子だって。餃子だよ、ね、すごい。一日は後楽園の餃子で十分だよねでもさ、餃子とかさ、誰かと包むのはいいけどさ、一人で黙々と。一人じゃない、ずっと言えばない、ね、子供は好きそうね、お手伝いみたいな、ね、で、あれを買った。握りいただきます。はい、どうしよう。ね、おぉ、はぁ、ごめんなさい。ゼガのシャワーヘッド。うん。をプレゼントで買った。普通に自分が欲しいんだよね。自家帰って使える。うん、いつもリファの使ってる。え、嘘。え、そうなの、うん、ミストとか。ミストとか。なんか赤ちゃんとか、ワンちゃんにも良くて。すごいね。リファでするみたいな。リファで。すごい。でも、トトが行ってるサロン、うん、ペットサロンもリファ使ってるから、置いてあるの。うちではリファを使ってますみたいな。ぜひご自宅でもみたいな。そう。高級券。すごい。すごい。いいな。リファで頭洗ってたよね。いいゴミ分だな。それな。ゼロ距離。ごめん。あ、リファついた。リファついてる。あ、嬉しい。てか、ふるさと納税さ、やった方がいいよ。なんだ？ 9 月中に。9月中に、うん、なんかルール変わんだって。え、なんで、なんか5割以下、その返礼品のさ、うん、基準がなんか厳しくなるんだって。だからやるなら、はい、9月中にやった方がいい。出しとこう。解約って言われてた。分かったか？うちも今、はい、今月一気に頼もうと思って、うん、カートに貯めてるから、後でやろうと思って。絶対忘れんな。うん、マジでもう大きい。うん、本当に。マジで。半年だもんね、もう。早っ。もう6ヶ月ですよ。早っ。生まれた。あとちょっとで1歳。あっという間すぎて。そのうち、ポコちゃんって言ったら、はーいって言うんでしょ。喋り出すのって何歳ぐらい？いやーな、1歳超えてからでいいじゃん。まだ最初は本当に単語、うん、ワンワン、うん、とか擬音で喋ったりとかしてて、なんかそのつらつら喋れるのが2歳とか3歳ぐらい。メイメイとか難しくなかったはとかまあ、そのが多分言いやすいなって気がする。でも早いかも。お前何て言うの？え、てかさ、これウランさ、うん、ポップアップでさ、いろんな人お母さんになってたよね、ポコに。そう、昨日ニコちゃんのあれに行ってきたんですけど、うん、リホちゃんもいて、リホちゃんとコナンさんとカシチンと、うん、あとレン君とかもいて、ついて探してたの、その会場で、うん、さあ前から男の子3人がこうやって歩いてる人、うん、どっかで見たことあるなと思ったら、うん、レン君たちで、さあお疲れ様ですみたいな、でこれから行くんですかみたいな、うん、言ってきて、あ、そう、行ってきたのって言ったら、いや、わかんないんですけどみたいなじゃあ一緒に行こうって言って、うん、その男の子らと一緒にこうやって探しながら行ったっていう、うん、今日は雨です。
ね、雨で降る時降ってなかったんだけど、あら最近雨続きね。そうなんです、大変です。ディズニーってまだ混んでんの？まだって今が一番混んでるわ、ハロウィンで。始まったばっかだ、ね、何分待ちなのか。ハロウィンが始まりました、先週から。何度だけ？シーも混んでるの？シーも多分ハロウィンはやってるはず、イベント的には。本日の待ち時間、55分。だからあれなんじゃない、ハロウィンで仮装してる人が入場でいっぱいいるけど、乗るのはあんまりいないんじゃない。バック欲しいの。でもスペースマウンテン45分待ちだった。ホーンテッドマンションが70分それ用になってるからじゃない、映画ね。すごい、ハロウィンバージョンなんだ。まあ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 、でまあ、うちらの狙い目は11月1日からクリスマスイベント前までの何のイベントもない時に行くっていう。空いてる時に。そうそうそう。行きたい。を狙いたい。行けるか今度だね。つい最近まで風邪ひいてたんでちょっと移った気がします。あ、鼻水が出て。うん、なんか今後からさ、例えば胃腸炎とかなんかするんじゃないですか。もう絶対フルでかかるから。うん、それが怖い。お母さんが妊娠してる時に弟、うん、A がその時幼稚園だったんだけど、うん、幼稚園でインフルエンザのあれもらってきて、うん、インフルエンザになって、うん、妊婦さんなのにママにもインフルエンザの気を移したらしい、最悪だよ。このちっちゃい子供いるところはね大変だよ。グミでも食べようかな。こっちがいい。こっちがいい、うん、食べたことない。クレープフルーツ、うん、こっち。あ、これ何色が好き？え、でもうちあれが好き、あのさくらんぼの。え、食べたことない。ハードグミっぽい。うん、うまっ。この後こちらはカフェに行きます。久々じゃない？ほかも。あ、新しくなってから行った？行ってない。うん、行ってないの。うち1回だけ行って。うん、何が新しくなったの？店舗が。え、場所が変わった。場所変わった。え、また変わったの？原宿駅の方。え、え、駅の方なの？うん、まず原宿行くのも久々なんで。わかる、ね、しかも歩くんだよ今日。やば、雨降ってたら帰ろうね。そうしようね。タッチ乗ろう。さすがに。というわけで本日はロフト、うん、久々に行ったかも、はい、私も私もマジでいろいろありすぎて目ついしちゃって、てかそんなのあったんだみたいな結構あるか、ね、てかこれ自分で持って帰んなくていいならめっちゃ買ってた。もっと買ってた。嘘。うん、持ち帰るのを考えてちょっとセーブした。送りたいよね、うん、そう、箱詰めして送りたいぐらい。あのうちお弁当箱とか普通にしたから、もうセーブした。ダメだ、いっぱいあるんだうちにと思って買わなかったけど、まあでもいっぱいなんか新しい商品とかもあって楽しかったんで、もし皆さん参考になれば皆さんも買ってみてはいかがでしょうか。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。みんな見てくれてありがとう。気になるものがあったらお揃いにしようね。たくさんコメントお待ちしております。